と知性を競う大東京祭の前夜祭第19回ミス東京コンテスト決選大会は9月30日東京日比谷公会堂で華やかに行われました。このコンテストは東京新聞主催東京都公演、審査には美濃部都知事をはじめ18人が当たりました。決選大会に出場した地区ミスは46人。司会の櫻井長一郎さんの紹介で全員舞台に登場。審査員と一問一答の形式で審査は進められました。いずれ劣らぬ美女揃い。満員の会場は思わずため息、審査員も当惑顔。厳正な審査の結果、ミス東京第2位は世田谷区代表山田美智子さんと板橋区代表江坂純子さんに決まりました。19代目のミス東京を発表していただきます。ミス東京20番一小前大山さん、ありがとうございました。ミス東京第1位には20番のミス小前大坪信枝さんです。ミス東京に輝いた小前市代表の大坪信枝さん。3人のミス東京は東京都の女性代表として向こう1年間美濃部都知事のホステス役を務め、各種の公式行事に参加することになっています。